戦争の方はどうだ、ライデン。問題ない。ならいいんだが、あんたのボディは街中じゃ目立ちすぎるからな。心配するな。どこから見てもメキシコ人だ。ああ、まあ下水道に入るまでだがな。街中をうろうろしていたら市民も不安になるが、サイボーグが下水道に入っていったぐらいで通報もされないだろう。ところで、そのウルフドッグ、本当に役に立つのか？さあな。だがドクトルが喜んで修理してくれた。遠隔での操作や AI の消去は不可能にしている。役に立つかわからんが、ものは試しな。感謝する。俺は自らの自由を行使した結果、お前に協力することにした。行くぞ。Cyborg? Ese sombrero. ¿Qué? Adiós, amigos. ¿Viste? Qué raro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. こちらライデン、下水道に侵入した。了解だ。そのまま奥へ向かってくれ。今回の任務はデスペラード社に関連する研究所の捜索になる。依頼主である人権団体からの情報によると、その研究所は廃棄物を下水道に不法投棄しているらしい。さらに彼らはマフィアによる人身売買に加担しているとの疑いが持たれている。次から次へと問題を起こしてくれるもんだ。まったくだ。そこで潜入調査と言いたいところだが、研究所の正確な位置はわからない。おそらく表向きは真っ当な会社にでも見せかけてるんだろう。だからこうして下水道に入り、彼らが不法投棄を行っているルートを見つけようってわけだな。ああ、投棄しているからにはどこかで研究所から下水道につながっているはずだ。さらに可能ならそこから研究所内に潜入し、不法投棄と人身売買の証拠を抑えたい。潜入は得意分野だろう。任せてくれ。そうだといいんだが。ちなみにその研究所とやら、何を研究しているか分かったのか？いや、だが人身売買と関係しているのかもしれん。人体実験か。その可能性はある。あ、とにかくまずは研究所へのルートを見つけるんだ。それと下水道内で黒いワニを見かけたという情報もある。気をつけてくれ。黒いワニ、まさか奴らの無人機。ヨタ話かもしれんが、用心するに越したことはない。ライデン、まずは俺がこの先の様子を偵察する。ああ、頼むぞ。任せておけ。ライデン、下水道内に所属不明の無人機が徘徊している。気をつけ。
キャットウォークがあるようだ。身を隠すのに使えるかもだ。Come on.
¿Estás bien? え、何？え？俺はガイアナから来たんだ。あんたは英語わかる？ああ、アメリカから来た。ライデンと呼んでくれ。俺はジョージ。生まれもジョージタウン。ジョージ。前のアメリカ大統領とも同じ名前だよな。そうだな。で、お前はなぜここにいる？あんたこそ、なんでこんなところにいるんだ？忍者の秘密基地でもあるのか？敵の秘密基地ならあるよ。もしかして、あのラボ？知ってるのか？俺逃げてきたんだ。あ、そのこと言っちゃっていいのかな。まあ、あんたはいい人そうだ。あんたもサイボーグだろ？あいつらを知ってるのか？おそらくな。何があった？俺、ストリートキッズだったんだけど、マフィアみたいなやつにいい仕事があるって聞いたんだ。怪しいとは思ったけど、腹も減ってたし、覚悟してついてったら港で船に乗せられた。他の連中と一緒にコンテナに詰め込まれて、妙な研究所に連れてこられたってわけさ。他にも子供たち？うん、でも俺、あいつらの話を立ち聞きしちまったんだ。あいつら、俺たちを殺して臓器を取り出すって。それで逃げ出した？うん。ああ、俺があんたみたいなサイボーグだったらな。強いサイボーグになったら、警察にもマフィアにも怯えなくていいのに。マフィアとやり合う気か？冗談だよ。俺、いろいろ悪いこともしたけど、人殺しなんてするつもりないしさ。それがいい。まあ、とにかく同じ部屋の連中と話をしようと思ったけど、ガイアナの奴らとは別の部屋にされちゃったし、他に英語がわかる奴はいないし、それで一人で逃げたんだけど、あの無人機に追いかけられて。なるほどな。そのラボのこと、もっと詳しく教えてくれ。うん。それじゃあ、その少年は排水溝から下水道に逃げ込んだんだな。ああ。排水溝は狭いらしいが、そばに何かのシャッターもあったと。やはり不法投棄も事実だったか。それともう一つ、いい情報がある。昨日、デスペラード社の幹部がこのラボに来たようだ。警備のサイボーグが彼らの話を聞いていたらしい。研究所内の端末にアクセスできれば、サーバーから警備サイボーグの資格ログを漁れるかもしれん。ついでに奴らのサイボーグ技術や人身売買や不法投棄の証拠も出てくるかもしれんぞ。ああ、ところでその少年はどうする？そっちで回収してくれないか。今のところ安全なはずだが。わかった。若い奴を向かわせよう。あんたはラボの方を頼む。早く子供たちを助け出さないと臓器を抜かれちまう。あ、急ごう。その先はさらに無人機が多い。例の研究所が弊社での運用試験をしていると思われる。このままじゃ研究所への潜入は難しそうだな。何か身を隠せるものはないか？段ボールか？そんなものが何の役に立つ？あ、いや、薬品用か？それなら使えるかもしれんな。
以前の光線場所から増援依頼信号が発信されていたようだ。信号の発生地点をそいつのレーダーに表示する。対応についてはお前の判断に任せる。研究所の大まかな位置を割り出した。推定される領域の中心をソリトンレーダーに表示する。そんな場所に入り口があったとはな。うまく隠したもんだ。
そこは無人機のメンテナンスエリアのようだな。どこかに任務内容を無人機にインプットするための端末があるかもしれん。それがあればラボのサーバーにアクセスできるってわけかもしれん。だが何か踏み台が欲しいな。大丈夫だ、俺なら多少高いところでも飛び乗れる。そうではない、ハッキングの踏み台だ。プログラム的な話だよ。トライポッドあたりがあるといいんだが、あれの中身なら私もよく知っているからな。探してみよう。だがどうやって踏み台にする？有線で接続すればいい。君の通信機能を経由してまずはトライポッドのコントロールを奪う。やってみよう。ネットワークを遮断される恐れもある。できる限り見つからないようにしてくれ。
わったようだな。ひとまずはな。それより見たか、さっきの部屋。あれはサイボーグのノーユニットだ。ああ、モニターしていた。奴らは子供たちの臓器を摘出しているという話だった。だがあのノーユニットは、つまり奴らが摘出している臓器というのは脳みそってことだ。あるいは他の臓器も密売しているかもしれんが、子供たちの脳を取り出しているのは間違いない。バカだ、子供たちをサイボーグにする気か。ライデン、これまで戦ってきたサイボーグたちはどうだった？あんたは以前、少年兵には独特の戦い方があると言っていたが。ああ、だが奴らの戦い方は違った。少年兵じゃない。となると、デスペラード社はまだ脳を取り出しただけなのか？何にしても、あの脳を何とかしないと。それにジョージと一緒にいた子供たち。あいつが逃げてからまだ数時間だ。その間に全ての脳を摘出するのは無理だろう。ああ、その脳とは別にまだ脳を抜かれていない子供たちがいるはずだ。急ごう。よし、そいつはもうこっちのものだ。そいつを操作してデータインプット用の端末を探すんだ。奴らも敏感になってるからな。不審な動きをしていると撃ってくるぞ。背後からサイボーグの頭部に取り付けば、脳に電撃を食らわせて気絶させられるはずだ。おそらくそれが無人機へのデータインプット用の端末だろう。早速ラボのサーバーにアクセスしてみよう。ライデン、お目当ての動画が見つかったぞ。警備サイボーグの視覚ログに例の男が映っていた。再生してくれ。ああ、製品を送るんだ。 VR 訓練はもう始まっている。シアーズプログラムですか。ああ、リベリアでの少年兵訓練プログラムを VR 化した。 VR といっても脳に直接情報を送っているわけだから、彼らにとって現実と変わらない。
素晴らしい技術ですな。追証は不要だ。それより早く出荷しないとここも危ない。我々の計画を嗅ぎつけた奴がいる。ですが製品の数が揃っていません。生身の脳というのは一つ一つ異なります。それを私がこの手で取り出して一つ一つパッケージングするのですよ。なるほど、話は分かった。お分かりいただけましたか。なあ、出荷が無理なら素材は処分しよう。え、ですがあれだけの素材を集めるにもそれなりの時間が。中南米にどれだけのストリートチルドレンがいると思っている。また集めればいい。各国政府も喜ぶだろう。犠牲なくして改革はない。全てはより良い社会を作るためだ。わかりました。ですが素材の調達にかかった経費は。それは保証しよう。経理部から連絡させよう。ありがとうございます。確認が取れ次第素材は処分いたします。要件は済んだな。そろそろ行くぞ。我が国のためにはテクムセ作戦の方も進めんと。本日はご足労ありがとうございました。見たかケビン、マニッショーを殺害したデスペラードの狩猟だな。通称サンダウナー、カリフォルニアの熱風。子供たちが。マニアか。わからない。だがジョージが逃げたところを見ると経理部の連絡とやらがまだなのかもしれない。そうかもな。それにしても奴ら VR 訓練はすでに始まっていると。さっきの脳とは別にすでに奴らの手元に送られた脳がある。ところであのスーツの男は。調べてみよう。見覚えがある気がする。頼んだ。俺は子供たちを探す。ジョージの姿がないようなの。何だと。送ってくれた座標データに間違いはない。地下侵入時の GPS データとそれ以降の移動データをマージしただけだ。間違いようがない。それじゃやっぱり奴らに連れ戻された。とにかく現場のスタッフにはもう少し周囲を探してもらうわ。分かった、俺も急ごう。
邪魔な奴だ。奥へ押し込んでしまえ。ストロング、コロラドの上院議員だ。次期大統領候補の一人でもある。2年前にはある PMC との癒着が大陪審に調査されたが。ワールドマーシャル社か。ビッグファイブの分裂以降業界最大手の。ああ、サイボーグ兵士に最も力を入れている企業でもある。つまりデスペラード社のバックはマーシャルとデスペラードが手を組んだわけか。まったくいいセンスだ。だがどうする、バックがワールドマーシャルとなると話は簡単じゃない。アームストロングの件も含め、奴らはアメリカの政財界に深く入り込んでいる。例の愛国者たちによる情報統制はなくなったが、広告産業のメディア支配は変わらん。大手メディアは奴らのスキャンダルを報道しない。このまま奴らの好きにさせておくのか。このラボを潰したところでいずれまた同じことを始めるぞ。あいつの言っていたテクムセ作戦とやらも気にかかる。奴ら何を企んでいる。こんなことまでしてサイボーグを増やすのには何か理由があるはずだ。だが奴らの本社と戦争を始めるわけにもいかないだろう。一応は法治国家だぜアメリカは。どうだろうな。デトロイトに続いてデンバーも警察を民営化している。委託先は地元の大企業ワールドマーシャル社だ。分かってるって。とはいえ全ては法的なプロセスを経ている。
とにかく今はここに囚われている子供たちを助け出そう。話はそれからだ。ああ頼むぞ。充填型のクライオプリザーバーだが、予備冷却が始まっているようだ。どういうことだ。この装置には冷却した人工血液が充填されている。摘出した臓器を入れておくと、冷却により代謝を低下しつつ人工血液で酸素を補給する。ここに入れておけば腕だろうと脳だろうと数時間は維持できる。その予備冷却が始まっているということは。分からんが、奴ら脳を諦めて他の臓器だけでも売りさばくつもりかもしれん。なんて奴らだ。急いだ方がいい。ああ分かっている。知ってるか？有機溶剤だが麻酔にも使える。ただ一つ欠陥があってな、吸いすぎると死んじまうんだ。ガラスを割るか、その時にはこいつの頭がぶっ飛んだ。投降しろ。それともお前は命を数で計りにかけるのか。ライデン、俺のことは気にすんな。黙れクソガキ。降伏してもらおうか。時間がないぞ。長次、いいのか。俺の命なんてどうせクソだぞ。こういうクズを道連れにできるなら本望だよ。黙れ。ジョージはああ言ってるぜ。やめろ。バカな真似はよせ。